米英が秘密裏に進めていたディフェンダー17コチ開発者の亡命に成功かとの情報をキャッチしました。今回はディフェンダー17開発者の亡命劇を詳しく見ていきますね。中国としては最悪の事態ですが、もしかしたらロシアの技術提供で開発できたのでしょうか。フィクションの物語においては、世界で最も著名なスパイのうちの一人に数えられると思えるのが、イギリスが誇るコードネーム007ことジェームス・ボンドだが、彼が在籍している組織こそが、現実にも存在する、諜報機関の MI6 だ。イギリスの諜報機関としての MI6 の歴史は古く、その創設は、20世紀初頭にまで遡るというが、これらが、第二次世界大戦期に陸軍情報部ミリタリーインテリジェンスとなって今日の MI6 に至ったと言われている。ただし MI6 はイギリス陸軍の諜報機関であることから存在そのものが秘匿される状況が続き、1962年に前述の007シリーズが映画化された後に人口に解釈するようになったものの、公には伏せられたままだった。MI6 の存在をイギリス政府自体が認めたのは、ようやく同組織に関連する法体系が整った1994年以後となったが、無論映画の007シリーズのような一個人が超人的な能力を発揮して敵国や対峙する組織と戦うものではない。MI6 に所属する実際の人物たちの活動は、極秘裏の潜入などではなく、主として対象となる海外において、その地のキーマンと接触し、そこで築いた人脈を、ベースに、地道な情報収集活動を行うものだと見さされている。こうした MI6 の活動において、近年最も注目され、株を上げたのが、2021年9月に、香港において、中国の中距離ミサイル、ディフェンダー17、トンプー17の開発に関与した人物からの接触を受け、その人物をアメリカと共同で亡命させたという出来事だ。ただし、これも MI6 側が積極的に活動して生じた結果というものではなく、あくまで中国人側が自身の貢献を国に過小評価されたと立腹し、自ら MI6 に対し、ディフェンダー17、トンプー17の情報提供と引き換えに、家族を含む亡命を希望したもののようだ。この事態に直面した MI6 は、その中国人が持つ情報が、確かに、ディフェンダー17、トンプー17の重要な機密にあたることを確認、アメリカの CIA と共同で、同人物を亡命させることに成功。貴重な極超音速兵器の対応策への貢献が期待されている。ちなみに、今回は、非常に有用なディフェンダー17、トンプー17の情報の入手に成功したと、思えしき MI6 だが、かつては、イギリスの伝統にのっとり、理系の知識に、疎い文化系出身者が多数を占めていたとも言われ、その素養が問題視されたこともあった。それは、2003年3月に正起したイラク戦争の開戦に直結したとも噂されており、当時、アメリカが戦争の口実とした同国の大量破壊兵器保有の疑惑について、その存在を裏付ける証拠がないことを、科学的知識の欠如から判断できなかったというものだ。現在では、これを唱えたアメリカで、すらも、当時のイラクが、大量破壊兵器を保有していなかったことは認めており、まさに大義に欠けた戦争だったことは白日の下にさらされているが、MI6 はそれを得た情報から分析することはできなかった。まあ、こうした過去の的確な分析ができなかった反省も踏まえて、現在の MI6 は科学的な範疇への対応も強化しているのだと思われるが、今回の情報は、
中国の切り札的な兵器たるディフェンダー17、トンプー17に関するものだけに大きな意味を持つだろう。無論今回 MI6 や CIA によってアメリカへの亡命が実行に移された中国人技術者が具体的にどのようなディフェンダー17、トンプー17に関する情報をもたらしたのかは定かではないが、一説には中国側はその対応に2年以上を要するとも言われている。ディフェンダー17、トンプー17は弾頭部に極超音速兵器の一種である TFZF を搭載可能な弾道ミサイルであり、HGV 極超音速滑空体と呼ばれている同兵器はアメリカでも研究、開発がなされているが、正直芳しい進捗は聞こえてきていない。アメリカは HGV 極超音速滑空体兵器として AGM-183A と HCSW という2種類の開発に着手していたが、すでに後者は実用化を諦めて開発を中止しており、2022年現在は前者のみが継続されているが、昨年2021年に行われた3回のテストはいずれも成功していない。このため、HGV、極超音速滑空体兵器の分野においては、アメリカは中国やロシアの後塵を拝している状況であり、中国のディフェンダー17、トンプー17やロシアのアバンガルドといった同兵器の脅威を一方的に被る可能性が指摘されている。中国のディフェンダー17、トンプー17は、すでに、現在から、2年以上前の2019年10月、中華人民共和国の70回目の建国記念を祝う軍事パレードで、その存在が確認された中距離弾道ミサイルであり、日本の防衛省では、最大射程距離はおよそ 2500km に及ぶと予測している。中国が中距離弾道ミサイルとしてのディフェンダー17、トンプーを実用化できた背景には、かつて、アメリカと旧ソ連との間で締結されていた中距離核戦力全廃条約が大きく影響を及ぼしたと見られており、図らずも両国の軍縮条約がその遠因にあたる。中距離核戦力全廃条約は1987年12月にアメリカと旧ソ連が合意、調印し、翌1988年6月から発効した条約だが、核兵器の搭載のみならず、射程距離が500から500km の地上発射型の弾道ミサイル、巡航ミサイルとも、その保有を規制する内容だった。時代的には、米ソの冷戦末期であり、旧ソ連の崩壊のおよそ3年前にあたり、当時の世界は、この軍縮条約による雪解けムードを歓迎し、新時代の到来さえ期待されたものであり、旧ソ連の崩壊後には、ロシアにも継承され、一時的には成功したかに見えた。しかし、この中距離核戦力全廃条約の定めによって、弾道ミサイル、巡航ミサイルの規制を行ったアメリカや旧ソ連、ロシアと異なり、その制限下になかった中国は、その分野の兵器開発を経済成長とともに推し進め、その能力を蓄えていった。こうした中国の台頭や、新生したロシアの軍事大国への回帰の状況から、アメリカは2019年2月になって、この中距離核戦力全廃条約の破棄を決断し、同年8月には執行に至ったが、この間の30年以上の歳月のブランクが、今のアメリカの苦境を招いたと言えるだろう。中国のディフェンダー17、トンプー17は、2014年以降に確認されているだけでも、9回以上のテスト、試射が実施されているが、こ
これに搭載される HGV、極超音速滑空対兵器が、本当に中国が喧伝するように、航空母艦等の洋上を移動する目標に有効なのかが検証されることになろう。この点については、世界の軍事関係者も、おおむね、中国の空母キラーという主張には賛同しておらず、HGV、極超音速滑空対兵器を命中させられるのは、地上の移動しない目標がせいぜいではないかとの見方が、現状では多い。その真意について、今回の中国人技術者の亡命がもたらす情報は、これまでのこうした状況に、一定の判断材料となることが見込まれているわけだが、兵器開発で圧倒的に先進的だと考えられてきたアメリカが、このような状況に陥るとは少し前なら、思いもしなかった。さらに、日本にとって非常に憂慮すべき点は他にもあり、この2022年に相次ぐミサイル発射を繰り返している北朝鮮が保有している火星8号と呼ばれる極超音速ミサイルが、この中国のディフェンダー17、トンプー17に非常に似た形状をしている。